今日午前11時40分ごろパイロットの養成のため飛行訓練をしていた C130H 輸送機が県営名古屋空港の滑走路に緊急着陸しましたパイロットなど5人が乗っていましたがけが人はいませんでした航空自衛隊小牧基地によりますと離陸からおよそ2時間半後に機体の装置を動かす油圧系統に不具合が見つかったということです事前の点検では異常はなかったということです